中島めぐみの進化論。進化論。世界の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、中島めぐみです。ということで、先週お伝えしました通り、今日のオープニングは9月のレコメンソング紹介しちゃいたいと思います。あ、今回はレコメンソングっていうよりレコメンアーティストかもしれないですね。いきます。今私が最高に推してるアイドルグループ東京女子流です。あ、それがやりたかっただけなんですけどあのメンバーの掛け声がやりたかっただけなんですけど、東京女子流というアイドルの5人組の女の子たちにハマっておりまして、いやいやいや、2010年に彼女たちデビューしていて、5人組で年齢は非公開で、メンバーの名前ちょっと紹介しちゃおうかな。私誰？もう普通にファンですみたいな、新井ひとみちゃんと山部美優ちゃんと庄司芽衣ちゃんと中井ゆりちゃんと小西彩乃ちゃんっていう5人組の女の子たちなんですけど、踊って歌える、めっちゃ可愛い、めっちゃ細い、スタイルいい、性格もいい、ほんといいんですよ。でメンバーの子たちももちろんあの踊れるし歌えるしすごい可愛いんですけども、またこれが曲も良くて、私実はあのひまわりと星屑っていう4枚目のシングルから入ったんですよ。で今まであの名前も曲も知ってたんですけど、ほんともっと早く聴いとけばよかったって一番思う女の子たちです。ほんともうごめんって感じ。誰に謝ってるのか分かんないけど、本当なんかもう1年のブランクが惜しまれるぐらい、本当もう皆さん今すぐ聞いてほしい。まあ一押しはそのひまわりと星屑が一番、あの PV も一人一人すっごいアップになりますし、踊りもかなりキャッチで可愛いんで見てほしいんですけど、アルバムを今年皆さん出されたんですよ。鼓動の秘密、衣装も可愛いんだよ。PV のなんかちょっと操り人形みたいになってて、特殊な撮影の方法をしている、すごい目を引く PV なんですけど、すごいちょっとあのなんて言うんでしょう、真っ黒でちょっと大人っぽくて、でめちゃめちゃスカートが大きいんですよ。だからちょっと動くだけでスカートがボンと揺れるんですね。アイドルファンくすぐられるでしょ。もうこの時点で来るでしょ。どう本当いいの。鼓動の秘密 PV もいいし歌もいいし、しかもさあのすごいさ、びっくりしたのが、鼓動の秘密っていう曲のバックコーラスをやっている方がボンボンブランコのアンナさんなんですよ。私アンナさんすごく好きなんですよ。だからそこもめっちゃ感動しちゃって、いやコーラスの声も好きだわと思ったらアンナさんで、もうそこもマジチェックですよ。なのでレコメンソングとしてはひまわりと星屑、そして鼓動の秘密をまず聞いてほしい。フォトブックも出るんで、私ももちろんあのゲットしようと思ってますし、あ、ちなみにみゆちゃんのファンなんでよろしくお願いしますみたいな。あれ、すごい語った、もう足りないぐらいなんですけど、まずは皆さんにお伝えしたいなと。ほんと毎日聞いてるんですよ。今日ね、ここのブースに来るまでの通勤中にももちろん聞いてましたよ。でしょ、来たでしょ。応援していきましょうよ。東京女子流、最近の中で一番ヒットです。はい、ちょっと喋り足りないんですけど、これからもちょっと進化論でピッピッとこの話を出していきたいと思うんで、皆さんよろしくお願いします。ということで、9月のレコメンアーティストは東京女子流の皆さんということで、はい、来月もぜひレコメンやりたいと思ってるんで、お楽しみにということで、いきたいと思います。中島めぐみ YouTube 公式チャンネル、まめぐチャンネルから全世界に向けてお送りする癒しのプログラム、中島めぐみの進化論、本日もスタート。中島めぐみの進化論。人はみな、今日は9月16日、中島めぐみニューシングル神様のいたずら発売まであと40日。毎回カウントダウンしております。皆さんもよかったらカウントダウンしてください。よろしくお願いします。ということで、9月ですよ。9月は秋ですね。秋といえば皆さん何の秋ですか。せーの、なんとかの秋。私の中では食欲の秋でもあるんですけども、読書の秋
ということで今日は久しぶりに私の最近読んでいる本、そしてこれから読もうと思っている本、そして漫画を紹介していきたいと思います。どれからいこうかな、いくつかあるんですけど、あ、はい、まずは最近ゆうさんの本にハマってまして、ゆうさんといえばあのタレントの YOU のゆうさんですね。ゆうさんのエッセイで、うちにあるのはしまいどころいろいろと、うちにもお見えになりましたっていう、この2冊があるんですけども、これは雑誌の連載をこうまとめたものでして、かなりゆうさんがこう自由な文体といいますか、こう日記というか、本当ゆうさんが喋っている感じのまま活字になっているんですね。まあ、ご自分で書かれているものなんですけど、それが何がポイントかといいますと、ゆうさんって一人っ子だそうで、その文章の中から一人っ子感がにじみ出てるんですよ。私一人っ子なんですけど、なんかこう共鳴するものっていうかな、っていうか分かるっていうところが結構あって、なんでしょう、人との距離感の話とか、物の選び方とか、ほんとなんか細かいところなんですけど、分かるっていうところが多くて癒されてます。なんか自分と一緒ってすごい落ち着くっていうか、安心するっていうか、そういう本って今までここまで分かるって思った本って初めてだったんで、あの特に旅先に持って行ってます。海外に行く時とか、あの国内でもあの北海道だったり広島だったり行く時にホテルに持って行って読んで、ほっとしてまた明日から頑張ろうと思えるという、いや皆さんもおすすめです。もちろんあの一人っ子感だけじゃないので、あの皆さんもぜひ読んでほしいなと思います。そしてまだまだあるんです、紹介したいのが。カレン・ローガンという方が書いている、エンジェルは清がしき家に舞い降りるという本で、98年に発売された本なんですけども、これはですね、なんというかエコな掃除法を紹介している本なんです。こう化学物質じゃなくて天然のものを使ってお家のお掃除をしようっていうのが、こうレシピだったりが紹介されている本なんですけど、これ私小学生の時にケーブルテレビのコーナーでこの本を紹介しているのを見て、小学生なのになぜかその掃除にすごい興味を持って、この本を母に頼んで買ってもらって、でまた手に入れ直したんですけども、超びっくりしたのが、そのエコの掃除方法の中で炭酸水で窓を拭くんです。窓拭きクリーナーとかじゃないんですよ、じゃなくて炭酸水って、あの炭酸水でシュッシュってやってキュッキュッってやると窓がきれいになるっていう。それに小学生の時もすごいびっくりしたんですけど、改めて一人暮らしをして自分でちゃんとお部屋のお掃除をするようになってから、これで汚れ取れんのっていうのにびっくりしちゃって、いやーなんか他にもなんか重曹を使った掃除とかいろいろ紹介されてるんですけど、全てをエコとかオーガニックにするのって急にはちょっと難しいんですけど、できるところからだったら楽しいしいいかなと思って実践してます。まあ、健康のためにっていうのもあるんですけど、個人的にエッセンシャルオイルとかアロマとかが好きなんで、まあ、ちょっとでもなんかこう生活楽しくなるかなみたいな気持ちでやってます。あとなんか文体がすごいユーモラスなんですよ。真面目な掃除の本っていうよりももっとこう親しみやすい感じなんで、特に一人暮らしをしていてどんな風にお掃除したらいいんだろうって思っている方におすすめしたいなと思います。私も勉強中ですけども、よかったら、エンジェルは清がしき家に舞い降りるも読んでみてください。そしてこんなメールが届いております。じゃ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 ん。ハンドルネーム花大さん、まめぐちゃんのおすすめとかハマっているコミックがあったら教えてくださいということなんで、最近めちゃめちゃハマっている漫画家さん、これブログにも書いたんですけど、谷川文子さん。皆さん少女漫画大好きな方はもちろんご存知だと思います。いやーなんて言うんですか、私少女的な世界がすごく好きなんですけど、その少女心を見事にくすぐってくれる谷川先生、もう絵もすごく、もうほんと
誰にも似てないっていうか、すごくオリジナルでもすごいシンプルで、そこも尊敬するんですけども、何よりストーリーがファンタジーとリアルのちょうど間をついてくるというか、ファンタジーすぎずめちゃめちゃ現実すぎず、ありそうこんなことっていうのをすごく身近に描いてくれる、でも実はあんまないんだろうなみたいな、漫画の中だけなのかもしれないなと思いつつ、なんかその世界を生きた気分になれるんですよ。そこがもう私乙女的に大好きなんです。好きな作品はいっぱいあるんですけど、最近の作品で他人暮らしっていう作品がありまして、3人の女の子っていうより女性ですね、女性が主人公で、それぞれ置かれてる立場が違うんです。独身女性だったり、これから結婚をしようとしてる女性だったり、まあいろいろな境遇がありつつ、吸ったもんだありながら、こんな人生っていいよねみたいな、そこがすごいね。私まだ22なんで、その登場人物よりはちょっと年下なんですけども、なんかわかるって気がするんです。なので特に女性は共感できるって思うかもしれないし、男性の方はこうなんて言うんでしょう、女の子ってこういうこと思ってるんだなっていうところをぜひ読んでみてほしいなと思います。ということで、今日はいろいろ本だったり漫画を紹介しましたけれども、うちにはねまだね読めてない本がもうねいっぱいあるんです。好きで本屋さん、なのでこれからもこう紹介したい本が出てきたらどんどん紹介していきたいと思いますし、最近こんな本を読んだ、こんな漫画が好きっていうことがありましたら、ぜひ進化論にメールを送ってほしいなと思っております。ということで本日はここまで。中島めぐみの進化論。芸術は爆発だ！中島めぐみの進化論。本日のジングルボイスはハンドルネーム黒たまごさんからのリクエストでした。かの有名な岡本太郎さんのセリフですね。芸術は爆発だということで、もちろん芸術の秋、私も美術館とかにも行ってみたいなと思っております。芸術の秋堪能してまいりましょう。ということで、マイペースぶりが最近発揮されすぎているという噂の中島めぐみの進化論、いかがでしたでしょうか。私も話していてですね、かなりマメグペースだなと感じているんですけども、いかがでしょうかね。大丈夫かな、どうかな。ハルクホーガンのポーズ久しぶりに出ましたね。あ、今のこの話もなんかマイペースな感じですか。ということで、エンディングいきたいと思います。ま、思うところがあったら皆さんメールくださいということで、たくさんのメールいつもありがとうございます。皆さんからのメール24時間いつでもお待ちしております。こちらは受け入れ体制バッチリ万全でございますので、皆さん最近気になってること、あの子が好きとかでも言えないとか、そういう恋愛相談でもいいですし、急にどうしたって感じだね、ちょっと思いついちゃって、まあ秋の体育祭とか、そういう学校のお話だったりとか、最近こんなことが好きですとか、なんでも OK でございます。ということで、進化論宛てに送ってください。アドレスはまめぐ@starlastmusic.co.jp、 まめぐ@starlastmusic.co.jp です。それでは今週の中島めぐみの進化論、この辺でいってらっしゃい。さようなら、おやすみなさい。